それでは、ジベレリンによる発芽制御について解説します。これは種子を表した図です。肺っていうのは、まあ、植物の赤ちゃんみたいなものですね。肺板っていうのは、一応格好好好きでね、あの、書いたけど、あんまり気にしなくていいです。栄養の吸収に関わる器官です。古墳層っていうところには、特別な細胞たちが集まってます。 一応ね、あの、テスト前は漢字もね、見ておいて漢字でも書けるようにしておきましょう。肺乳には、澱粉などの栄養がたくさん詰まってます。では次に発芽までの流れを見ていきましょう。まず、肺がジベレリンを分泌します。ここが一番覚えにくいかな。ね、ジベレリンを分泌するところはどこだろうってちょっと、ね、覚えにくいかな。 ま覚え方のイメージとしては、肺を赤ちゃんに例えて、ね、赤ちゃんが、ね、肺が、栄養欲しいよ、栄養欲しいよって泣いてるイメージで覚えちゃう。栄養欲しいよ、チベレリン、チベレリン、チベレリン、栄養欲しいよって泣いてるイメージ。ね、そんなイメージで覚えちゃう。そして、チベレリンは、古墳層に達して、古墳層の細胞に働きかけます。で、古墳層の細胞は、アミラーゼ、 を排乳に分泌します。アミラーゼによって排乳に入っていたデンプンが分解されます。そうしてできたグルコースが肺へ送られるんですね,ね。栄養をもらった肺はね、それを発芽のために使って、そしてこれから発芽していくわけです。では、関連する問題も見ていきましょう。問題。種子を半分に切って二つに分けた。その際、かっこ1。 灰を含まない側と、カッに2。灰を含む側に分けた。括弧1と括弧2を、デンプンの入った培値に置き、培値中のデンプンが分解されるかどうかを調べた。要素溶化カリウム溶液による定食反応。デンプンがあると、青色を示す反応。で、青色を示したものは、括弧1と括弧2のどちらを置いた培値か、一つ選びなさい。ん待てよ。ね。えー、さっきの話を思い返せば、 アミラーセが分泌されるためには、肺がジベレリンを分泌しなきゃいけなかったんだね。ってことは、アミラーセが分泌される、ね、デンプンを分解するためには、肺が必要だ。うん。それでなんかね、問題文に、肺を含まない方と、肺を含む方が出てくるから、まあよくわかんないけど、なんとなく、カッ2番、肺を含む、ね、方がいいんじゃね。ね肺を含む方が、なんとなく正解っぽいな。ね カッ2番を置いた場合1って答えちゃう子が多いですね。でも気をつけなきゃいけないのは、え今回聞かれてるのは、このヨウ素ヨウカカリウム溶液による定色反応、ね、でんぷんがあると青色を示す反応、ね、その反応で青色を示したものはどちらかって聞かれてるんだよね。でんぷんがあると青色を示す反応で、青色を示したものはどちらか。ね、つまり、でんぷんが分解されなかったのはどちらかって 聞いてるんだよね。ね。でんぷんが分解されなかった。ね。でんぷんを分解するアミラーゼが分泌されなかったのは、ね。カッコ1番の方だよね。カッコ1番からはアミラーゼが分泌されない。ね、だから、倍1のでんぷんは分解されない。カッコ1番からはアミラーゼが分泌されない。ね。アミラーゼが分泌されないってことは、倍1のでんぷんは分解されずに残る。 で今回ね、えっと、青色を示したものはどちらか。ね、澱粉があると青色を示す反応で、青色を示したものはどちらか。つまり、澱粉が分解されずに残ったのはどちらかって聞かれてるから、ね、カッコ1を置いた場合1って答えるんだね。では、ジベレリンによる発芽の制御の講義でした。復習してみてください。